鉄尾2が最初 でその後ヒルコ、東京フィスト、バレットバレー、ソーセージ、まあ、それ以降、鉄尾2以降全部、ご一緒にやらせていただいてますね。依頼されたのですか。依頼されたのはいつだったかな、春ぐらいには話聞いてたような気はするんですけどね。夏には始めたと思うので、はい。主に人数としては4人分のご遺体作ったんですけれども、まあ、それぞれその普通の状態の寝た状態のものがあって、口から息をぶっと吐いて顔をいろいろ動かして、ね、生まれたって感じですで、各パーツごとにその内臓が取り出せるようになったものっていうのもそれぞれの人数に用意して、あって大きく分けて、まあ8パターンとか、あとは細かく腕だけであるとか足だけであるとか、そういう構成でものを作っていきました。ものによってはかなり大きくなっちゃうんで、上半身と下半身で分かれていたり、結構時間的に厳しかったんで、現場でもあの色をつけたりとか、その修正、最終的な修正はもちろんやってましたけどもね。使ってる材料とか道具とかっていうのは割とそのいつもの、あのものとそんな変わらないんですけれども、やっぱその一番違ったのはやっぱそういう実際に見学したりとかっていう、そっちの情報レベルでの、今回やっぱりレベルアップっていうのがかなり飛躍的にできたので、肝臓に白い塊が2つ3つありますね。後で腸をよく見てください。ほら、人工肛門があるでしょ。直腸がんは肝臓に転移しやすいんですよ。まず今回、まあ、かなり、解剖学に、まあ、忠実なものをやりたいという、うん、スプラッター的なもんではなくて、医学的にもちゃんと整合性の取れたものをやっぱ見せたいような話があったので、でまあそういうものを実際に見せていただいたりっていう、そういう機会を、まあ、設けてもらって、でお話を聞いたり見せていただいてっていう、まあ、そういうことをやりながら、実際の映像に必要なものとかそういうのを割り出していって、で制作していくっていう、そうですね。まあなんだろう、子供の頃にこう おじいさんであるとか、やっぱおじさんのこう葬式に出た時のあの感覚に近いですかね。だから実際生きてて、あの人の死んだ姿を目にできる機会っていうのは、普通に生きてればそういう時以外にないですよね。とてもなんだろう、その物体としてのこう肉体と、そのなんですかね、こう人としてのつながりを持った人間としてのこう肉体っていうののすごくこう微妙なこう境目にあるような、なんかそんな感じですよね。本では見てはいたんですが、まあ、より なんて言うんだろうな、思った以上にこう なんだろう、機械的っていうんでもないんですけど、その機能的なこう部分っていうのがすごくこう目に印象に残りましたね。体 その各部署の質感とかっていうよりは、部位と部位のつながりであるとか、そういうものがすごく明確にこう分かって、実際にあれがなかったらやっぱりもっと立体物としても完成度っていうのは今回のものまでには持っていけなかっただろうなと思いますね。全然生々しいものではなくて、色とかも割と黄土色に近いような色で、
検体のご遺体といわゆる死体っていうものとのやっぱりイメージっていうのはかなり違いましたね。だから実際のものよりも多少色味をちょっと強く鮮やかめにつけるようにはちょっと心がけたんですよね。実際のものっていうのは本当に全体的に割と同じようなトーンの色にやっぱなっているんで、各パーツが映像にしてしまうと分かりにくいで、あとかえってこう嘘っぽく見えてしまうっていう、そういう懸念があったので、実際よりは多少生っぽいっていうんではないですけれども、ちょっと色味を強調して、解剖の本とかそういうのを見てもその全大きなこう形っていうのはこう紹介されてるんですけど、そのつながりであるとか重なり具合であるとか、 それぞれがどのぐらいこうくっついてるのかっていうのは本ではとてもちょっと分かるもんではないんですね。例えばやっぱ一番参考になったのは小腸がやっぱ腸間膜、あれでつながっててお腹切ったぐらいでベロンとこう出てくるようなものではないんだっていうのが、その場で実際にものを見せてもらって触らせてもらって、それですごくそういう臓器と臓器のこうつながり具合っていうののその強さっていうのをすごくこう見せていただいたんで、なんだろう、手のひらあたりの構造というか、なんかなんていうんですかね、機能性というかその密な感じっていうのはものすごく興味深いものがありましたね。初めてなんですね、その皮膚、人間の皮膚はどういうふうに剥がれるものか、そんなこうペロッと剥がれるほどの厚さがあるように普段の生活じゃちょっとこう思えないぐらいなんですね、人の肌っていうのは。そしたら裏にやっぱりそういう組織がちゃんとあって、でそれを見た時にやっぱり何でしょうかね、自分が今まで見た中で何が近いかっていうのをやっぱ考えますよね。やっぱその時言われたのはやっぱりみかんの皮とかの裏皮とかそういうことも言われたんですけれども、じゃあそれをじゃあ何で作るかっていう時にやっぱり一番に浮かんだのがそのまあ綿、コットン、そういうものにゴムをすりつけたように塗るとああいうこうボツボツした感じっていうのにまあなるなっていう、これは普段の造形だとむしろ失敗した時になるような、本当は綺麗に塗りたいんだけどもボロボロになっちゃったみたいな、そういうものにやっぱ近かったんで、そういうところからちょっと発想して、今までやってきたこととやっぱり新しく得た情報とがうまくこう組み合わさった結果がああいうものになったと思いますね。あとはですかね、目玉をこう切って開けるあたりですかね。やっぱり監督もかなりその辺は綺麗に見せたいみたいな感じのことをおっしゃってて、で、まあ、実際に資料とか実物のものを見せていただいて、とてもこうやっぱり繊細にできてて、繊細かつ丈夫でもあるなっていう、しっかりとしたものでもあるし繊細でもあるしっていう、その辺はやっぱりすごくこう触発されたというか、物を作る上でとてもこう興味深かったですね。もちろんありますよね。だからそれをいかにこう正確に伝えていくかっていう、表現していくかっていう、それをやっぱ考えましたよね。もちろん映画的にそれっぽく見せるっていうことも
踏まえつつもやっぱり情報として正しく伝えていくっていうちょっとドキュメンタリーに近い感覚で物をこうちょっと作っていったようなところはあります。